ここなんですよ、うんうん、一番おいしいと、うんうん、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。バナビズムの山翔です。バナビズムの江戸です。どうもこんにちは。こんにちは、本日の質問です、はい、全ての科目においてこの直前期に意識しておくこと、共通して取り組むべきことはありますか、とのことです。はい、なるほど、まあ入試が近いですから、本番残り20日ぐらいですかねっていうところで、まあ、これを質問してきてくれてるということなんですけど、ほんま点数に直結する勉強をしていかなくちゃいけないなというふうに思ってます。で、まあ具体的にっていうふうになると、まあ、英語の話になっちゃうんですけど、英語とかであれば、まあ、いろんな動画で最近言ってると思うんですけど、ほんまに解放っていうのを意識して、なんでこれ解かれへんかったんやとか、捨て物はどれやねんとかっていうのをほんまに意識して、点数を1点でも多くもぎ取る戦略っていうのが必要になってくると思います。まあ、これは英語だけじゃないですけど、他の科目でもそうですけど、でほんまに点数につながる勉強をしなくちゃしないと、なんか過去もやってるだけとか、インプット系の参考書ばっかりやってしまってて、アウトプットしてないとかっていうのは、ほんま時間だけどんどん過ぎてて点数に何もつながらへんことになっちゃうので、点に置き換わる勉強を、1日1日で点数が伸びていく勉強をしていかないといけないかなと思いますね。はい、そんな感じです。はい、矢田先生、僕はですね、はい、まあ、全科目に共通するといえば、はい、今この時期過去問やりまくってる、うん、まあ、センターも直前期ですし、うん、過去問やりまくってると思うんですけど、うん、その時に、うん、これね、12月のライブ配信でも言ってるんですけど、はい、その取れた問題と取れなかった問題、うん、これ2分2個に分かれますよね、うん、で、取れた問題の中で2分割すると、根拠を持って解けた問題と、うん、根拠がなく正答正解した問題、なんとなくですね、なんとなくで、間違えた問題の中にも、これは本番までに勉強したら取れるであろう問題と、うん、どんだけ勉強しても取れなかっただろうなという問題に分かれてるはずなんですよ、うんうん、一番費用対効果がいいのは、間違っててかつ本番までにどうやったら勉強したら、どうやって勉強したら点取れるか見えてる問題ってことなんですよ、うん、一番おいしいと、うん、でそれを潰しにかかる、ほんで潰しにかかっていったらどん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 それがちっちゃくなっていって、次俺が、効率的というか、次においしくなってくるのが、うん、合ってんねんけど根拠を持って解けてない問題を根拠をつけていく、うん、根拠を持って解けるようにしていくことやと思うんだよな、うんうん、この2つの層を特に全科目意識することが全科目大事かなと思うので、ぜひ実践してみてください、はいはい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちら、ビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。